はい、今回も MF ゴーストのお話をしていこうかなと思います。今回のテーマなんですけれども、クールについてですね。アニメにおいてこう1クール2クールとか、最近では分割2クールとか、いろんな手法があると思うんですけれども、今回この MF ゴーストにおいては1クールってことはもうほぼ確定となっているという情報がねちらほらあるんですが、それがどこの情報なのかもちょっと私も確認していないんですけれども、おそらく12話っていう形でね全て終わってしまうかなと思います。でその分に関しては今回ブルーレイディスクの方ですね、こちらの発売が決定となっていますので、その辺を拾い上げていくと1クールの方も大体ここまでやるんだなということが分かりますし、加えてなんですが、この2クール以降ですよね、放送しないってことはまずないと思うんですけれども、それについてもねちょっと気になる点がたくさんあるので、現状1クールの方も次回でね折り返しとなるので、改めてちょっと考えていこうかなと思います。本当ねイニシャル D の後継作として MF ゴースト誕生して、原作よりもすごいパワーアップしてるなという感覚もありますし、これをきっかけにねイニシャル D を読む方とか、もしくは MF ゴースト原作見てみようかなという方もたくさんおられると思うので、その辺に関してどこまでやるのかなとか、どこまでアニメでやるのかなと気になる方もね、何か参考になればなと思います。ぜひ皆さんのご意見だったりとか感想だったりとか、ここまでやるんじゃないかなとか、もしくはどこかで、出てる情報などあればコメントで教えていただけると嬉しいです。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考及び励みになっております。では早速本題に入っていこうかなと思います。まずブルーレイの方ですね、こちら発表となっているんですけれども、 MF ゴーストブルーレイボックスセクター1という名前となっております。セクター1という名前は結構かっこいいなと思うんですけれども、まずこのセクター1とセクター2についての発売が決定しているんですよね。でこのセクター1の方は第1話から第6話までの内容とノンクレジットオープニングエンディングを収録したブルーレイボックスとなっております。ジャケットイラストはねキャラクターデザインの恩田さんがやってるんで、アニメのね結構美しいというかイケメンな彼方が映ってるんですけれども、これだけでも見応えあるかなと思います。加えて MFGTV1 から5話が収録されていたりとか、ブックレットとか特製転写ステッカーとかあるんですよね。そして予約特典なんかも A4 クリアファイルとか、そんなね内容となっております。ディスク1枚で1話から6話まで収録という感じです。なのでヒューンのラリーシストまでがおそらく収録されるかなと思います。となるとセクター2の方はね、もちろん発表は決定しているんですが、こちらは残りの6話分ぐらいいくと思うんですよね。で気になるのはやっぱこの残りのセクター2の方ですよね。これ内容についてはまだ触れられていないんですけれども、実はこれブルーレイボックス各館予約購入法人特典というのがあるんですが、こちらの方で示唆する内容があります。そちらがこちらになっております。ブルーレイボックスセクター1の方のプロマイドっていうのが片桐かなたと相葉俊なんですけれども、ブルーレイボックスセクター2の方がミハイル・ベッケンバウアーと沢渡なんですよね。こちらツタヤレコードさんでの予約特典となっていて、ヨドバシカメラの方はプロマイド5枚セットとなっているんですけれども、沢渡はいないんですよね。つまりどういうことかというと、このセクター2の方で沢渡が登場してくるのはもうほぼほぼ確実だと思います。結構原作からね大きく改変されていたりとか、例えば小田原パイクスピークの第一戦の内容を後半のやり取りを先に入れたりとか、結構改変がされてるんですけれども、セクター2の6話から12話の間で沢渡が登場するのはもう濃厚かなと思います。まずね連続で2クールやるという可能性もあったんですけれども、これは1クールの方できっちりね放送は終了するかなと思います。そしてね第2期制作中という形で、これ第1話第12話くらいで幕を閉じるんではないかなと予想できますよね。で今回のこの動画のタイトルにも入れさせていただいたんですけれども、この違和感ってところですよね。これについては過去の動画で何度も触れているんですけれども、まず諸星瀬奈登場していますよね。こちら第3戦の前から登場してくるキャラクターとなっていて、今回乗ってるトヨタ GR スープラについても絵が出ているんですけども、この内容を踏まえると最後の最後で登場してくる、もしくは予告という形で登場してくるっていうのが結構濃厚なんじゃないかなと思われます。この諸星瀬奈が示唆されるっていうのは、ラウンド2芦ノ湖 GT の決勝レース中に主人公である片桐寛太がドリフトでねアウディをねオーバーテイクした後に、それをライブで見ていた高橋圭介が行動最速理論に触れ、こっちも繰り出すけどなとっておきの一撃をという語ったシーンがあります。ここでね諸星瀬奈が示唆されてくるんですけれども、もしかするとこの辺で改変されてうまく導入されてくる可能性っていうのが出てくるのではないかなと思います。もしアニメを見て原作読みたくなったなという方は、8巻から9巻あたりまで読んでいただけるとアニメもしっかり予習できるかなと思いますし、正直これ原作とアニメも結構ね絵柄だったりとかもがっつり変わってきているので、全然どちらも楽しみがあるのでおすすめとなっております。で加えてなんですけれども、キャラクター欄に登場しているトリオいますよね。イニシャル D からもう愛されるキャラクターとして池谷とケンジと樹ですね。諸星瀬奈が登場する MFG ラウンド3ザ・ペニンシュラの開催の前にして群馬県渋川市で登場してくるのがこの3人となっております。アニメの方のキャラクター設定の方でもこの3人は登場しているので、おそらくこの辺までやるとなると結構ね尺をねこれだけ原作消化早いんですけれども、もっと巻き出しないと多分追いつけないと思うんですよね。かといってねこれ
セクター1セクター2、要するにワンクール分に登場してこないキャラクターを設定画だったりとか車だったりとかを出してくるっていうのも、これまでのね作品としてやっぱり考えにくいと思いますし、正直アニメサイド側もしくは PR 側からするとやはりねこう第2期に登場するキャラクターこれがいるよって形で出していただいた方がおそらくねファンとしては嬉しいところがあると思うので、まあ、この辺に関しても昨今のアニメとしては若干ずれてくるところというか新しい取り組みなんじゃないかなというのがよくわかるかなと思います。なので現状ね詳しい情報はまだ分かっていないんですけれども、まあ12話で完結してその後から2期制作発表となって、もしくは第1クールの方で最後の方で若干改変が行われることによってこの諸星セナだったりとかもしくはイニシャル D のトリオたちがね登場してくるっていう可能性っていうのももしかしたら出てきたんじゃないかなと、今のアニメのスピードを見ているとかなり分かってくるかなと思います。それにしてもサータリが登場してきたりとか、もしくは原作のペースだったりとか内容もしっかり踏襲しながらやっていることからもどういう風に変わってくるのかが結構今後の注目ポイントとなってくるかなと思います。まあでもね現在の作り込みを考えるとかなりいい感じに改変されてくるんじゃないかなと思うので非常に楽しみです。今回は簡単なんですけれども MF ゴーストの、まあ、クールについてのお話をしていきました。原作のも最近触れてますけれども、まあ、原作224話まで最近いってるのでまだまだ先はね長く続きますし、これを考えると3期目4期目という可能性も出てくると思うのでまだまだ MF ゴースト楽しめそうですね。ぜひ皆さんのご意見だったりとか感想等あればコメントで教えてください。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。